ははいいさんこんこにちは、えー、レックの吉沢と申しししまますすよろしくお願いします、えー、今日はですね「日照簿記3級2級」を一生懸命ですね学習された方をですねぜひ応援したいと、ね、いうところで、えー、メッセージを送りたいなというふうに思います。3級2級なんですけど、まあ、昨今ですね、えー、ネット試験も始まっておりまして。 でまた、えー、統一試験ですね、えー、ペーパー試験の方頑張ってられるっていう方も、えーね、目標にね、えー、頑張ってられるっていう方も多いと思います、ね、そういう中で、あのーまあ、どちらもですね試験の形態これも変わってしまったわけですけど、まあ、3級がもともと2時間から今1時間60分ですねでまた2級についても2時間から1時間半90分の試験に変わりました。 まあそういったようなことも含めて、えー、ぜひですねちょっとね、えー、レックとしてもですね皆さんに、えー、こういう感じですねなんていうのをね再度認識していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。でえー、っとそうですねあこれすいません私がネット試験で、えー、実際受けた時の合格証書なんですけど <laughs> えっとこちらちょっと内容なんですが見ていただけるといいと思います。で 3級2級両方あるんですけどちょっと先にどうしましょう3級の話をしちゃいましょうかねちょっと見てくれますかこれ3級においてはですね学習内容ですね、えー、見ていただくとく、えー、れぐれも注意していただきたいのがこの内容の中で、えー、大3題問題出てくるんでですねでその大問3題について、えー、試験時間ですけどこれ 60分の試験なんですね。うん、っていうことは結構時間ハードっていうかね、新しいんじゃないかなと思うんですね。ですからあのぜひ仕分け問題15問。 ありますからこれで約半分近くね点数動いてきますからまあ、一つ一つね、えー、全体の内容を復習をしていただきたいというところになりますで第2問につきましてもこれ全く無視するんではなくてやっぱついつい第3問が重要視される方多いんですけどやっぱりね第1問だけでは合格できませんからと言って第1問第2問だけでも厳しいじゃないですか だからそういう意味では第3問に注意し払うっていうのは大事だと思うんですけどやっぱ60分しかないですから、まあ、その時間といいいいうう配分を、ねえー、特に意識してたただきたいということなんですねで。これはよく私も言うんですけどこのとにかく試験時間を考えた上での,もあの問題解答の練習ですねこれ特に試験近くなったら本当に反復練習していただいた方がいいと思います。 で特にあの最近のそのネット試験とかですと仕分けについてはプルダウン方式という,ような感じで科目を選んでいただいてというところですよね。でこれが統一試験とかになりますと選択科目なんかが記号で乗っかってますからその記号のところを記号を書いていただいてっていうところがありますね。ですからあのまあ、そういう意味では時間との問題でしょうかねっていう気がしますね。で一応レックでは。 こういったように、あのー、まあ高速マスターの教材、えー、これ3級ですね。で2級でしたら。これ3級の教材2級でしたらこんな感じの教材ですね、えー、商業簿記とまあこれ工業簿記なんですけど、緑色のやつですね。で、こういったようなもので学習されているっていう人もいると思います。 まあもちろんレックに限らずですねほ他で学習したっていう人もいると思うんですけどくれぐれもあのテキスト内容はあくまでもテキスト内容なのでやっぱそれなりのスピード練習え試験に合わせた練習ですねこれは是非何回も繰り返していただきたいというところになりますね。 で一応これレックの教材をベースにですね載せさせていただいたんですけど、えー、テキスト内容ということで第1章から第16章までですねあるんですよ。うん、で3級については、えー、このように見ていただくと第1章「と虎」からスタートしまして、えーまあ、この辺がどうしても仕分け問題にも多くなりますけど、えー、商品売買とか現金預金とか債権債務ですね、えー、まあいろんな項目ありました。 ねクレジット売り課金とかやりましたよね。えー、またはその他の債権債務または税金、えー、固定資産税の話とか印紙税とかね、えー、収入印紙ですか。 まあそういったような話とかやったと思うんですねであと一応学習内容として、えー、試算表という項目も、えー、内容には入っておりますただまあこれが従来よく試験に出されていたものなので、えー、入れてはあるしまたはこれ実際実務では非常に大事なものなのでトライアルバランスですね、えー、TB を作りましょうというところですねただあの60分の三級試験で考えますとちょっと問題的には出しづらいのかなという気がします であと、えー、第9章から第11章ですね、えー、決算整理という項目がありましたでその決算整理っていう話についてはえー、とですねうんそうですねまあ決算でやらないといけないよっていう項目が3級においてまあこれ あの他の学校さんもそうかなと思うんですけど乗っかってる項目がこういったような項目あるんですねちょっとごめんなさいこれえメモしたりしちゃってますけどえ一応全部で8つの項目って言われてるんですねまあこういったようなものがあります。確かかに決算整理仕分けとかやって で生産表を作ったり財務諸表を作ったりということなんですけど、あくまでも時間を意識して容量よくですね回答、えー、これを結びつけていただきたいなと思うんですね。例えばあの生産表なんかでしたらとにかく右の、えー、欄ですね一番右の欄にとにかく数字流せるものは流すということを注意してやってほしいんです。 あの右の欄というのは P、えー、と資産表欄があって次に修正記入欄ありますよねでついついあの決算整理仕分けっていうものばっかり重点を置いてる方っていうのは修正記入欄の記入をしてから右に流そうとするんですけどね別にそれがダメだっていうわけじゃないんですとにかく PL 欄と BS 欄ですねその右の欄取りに数字をどんどん流していってほしいと。 ということなんですね分かるものはとにかく右に流すというところですねでまあこれが財務諸表とかになっちゃいますと、えーまあ、PL と BS 作っていただくわけですよねでその時にやっぱりあの決算整理仕分けがっていうよりはとにかくあの PL の数字をどうやったら出せるまたは BS の数字はどうやったら出ると例えば、えー、期末消費のデータがあったらもうすぐ売上原価は出るわけですよ。 売上価というもの自体機種プラス当期マイナス期末で売り上げ限は出るわけですから売り上げ限の数字書いちゃう。でまた期末の資料があるってことはその期末の商品が翌期に繰り越されるわけですから、ね、だからもう BS の、えー、商品のところに書いちゃうと。ね、な感じで、えー、考えていただくと。だから頭の中に、えー「費用収益どういう科目があったっけ?えー」または「費用、えー、資産負債純資産は どういう科目があったっけ、まあそういうところをですね、えー、注意していただくといいと思います。であとはよくあの、えー、まあ俗に経過勘定項目って言いますけど、前払いとか前受けとか未収未払いの項目ってあったと思うんですけど、これ決算でよくね計上したと思うんですよ。借り方前払い保険料、貸し方保険料とかやりましたよね。でこういった前払い保険料とかまたは未払い給料とか。 これ決算整理仕分けではそういう科目でいいんですけど貸借対照表に載せたりする場合は総証明書で載せてないといけないので前払い費用未払い費用みたいにねまたは未収収益とか未払、えー、前受け収益とかいう感じで、まあ、いずれもこれ BS に乗っかる科目ですから対,借対象表の方ですね、まあ、そういった区分けがちゃんとね3級でまずはできるかっていうことが まあやっぱり、ね、試されてしまうところですでも項目的にこのぐらいの内容から仕分けの問題15題ただその15題の中にですね実はあのこれ、まあ、株式会社零細とはいえ産休でも株式会社の資本という勉強をしていただくとだからあの配当金の処理なんかも出てきたりするわけですよね。でまたレックではこういった内容ですね。第16章ままでありますから収簿と補助簿と えー、帳簿絡みですね、えー、主要簿には仕分け帳とか相関上元帳、まあ、T 勘上記入ですねこういったものが出されたりとか、えー、または産休では補助簿ですね、えー、こういったものが、えー、いくつかねやってると思うんですけど、まあ、よく商品有高帳が出されたりとかいうのありますからそう商品有高帳ってあ中括弧つける先入れ先出しはあったっけなとかまたは商品単価その都度平均する移動平均法ってあったっけなとかね まあそういった感じでやっぱりあの最後の最後じゃないですけどあの60分という時間の中で70点以上取らないといけないですからまあその辺の時間を意識するそれとやっぱりその問題問題において補助簿でも重要性の高いものこれはやっぱりね問題集だったりまたはまあ皆さんいろんなところで勉強されて当連難ていうね当案練習ですねそういった問題も解いたりしてると思いますから、ね。 それをやっぱ反復していいたただきたいなと。であと「伝票会計においても三伝票制前提だと思うんですけどあの入金伝票出金伝票振替伝票ですね、まあ、それが特にあの一部現金取引なんかの記録、えー、これどうやって記録しましたっけ?」みたいな「えー、入金伝票と振替伝票でセットで考える」みたいないうところはあったと思いますね。えー、その辺をやはりね、えー、復習していただきたい。で最後に第16章の商標と。 でこれはあのいわゆる領収書とか納品書とかそういった絵が絵っていうんですかね図っていうの絵が与えられてそっからあのまあ要は仕分けをしてくださいみたいなそれはやはり一問二問出されたりしますかねこれれ第1問問題のの仕分けの問題で出されてきますかね。っていうことなんですね。 それと、えー、日省の二級の試験問題なんですけど、二級に関しましては、まあ代数そのものはあの以前と変わり映えはないのかなと第一問から第五問という問題の出題になっておりますかね。ただあのその中で第一問から第三問までが商業簿記で第四問第五問が工業簿記とこういった出題になっているわけですね。ただ あの配点につきましては、まあ、流動性はあると思うんですけどこれちょっとね、えー、見ていただくといいと思うんですけどあの配点自体第1問仕分けの問題20で第2問第3問、まあ、この辺も20かなというところですね、まあ、要は商業武器で60点配点と。 で工業武器この辺は配点流動的かとは思うんですけど、えー、第4問28点第5問が12点、まあ、トータルで40点工業簿記の方ですね。でそうなりますと、まあ、これ試験時間自体がとにかく90分という時間なんで結構あの仕分けそのもの科目書かないとか言ってもですね記号で書くにしてもですねやっぱそれなりに時間は影響してくるんじゃないかなという気はするんですね。 でましてやあの第3問に限らず第2問で連結っていうのが出ないとも言えないですから意外に第2問で個別論点有価証券項目これもともと2級じゃなくて3級でも一部やっていたんですが今現在3級で有価証券やりませんのでどうしても問題では疲れやすいですね。であと固定資産についても減価証却。 これ3級は定額法だけなんですけど2級になりますとどうしても定率法だったり生産高比例法だったり200%定率法ですねこういったようなことがありますから複数の固定資産出されて、まあ、それの回答をしていくとまたは勘定記入するっていうケースもあるでしょう。それと純資産項目なんていうとところでは株主資本と変動計算書、まあ、こういった話があったりするわけですねうん。 だから万が一ですけど第2問で、えー、連結の、ね、問題出て第3問で普通に個別の PL 作りましょうとかね出ちゃうとやっぱ時間的になんでただあ,のあくまでも皆さん合格を意識してほしいんですけどやっぱりまあもちろんね1個2個迷っちゃうっていうのはあるかもしれないんですけどやっぱなんとかできたら第1問の5大仕分けは取ってほしい。 で、あと、第4問、第5問の工業武器ですね。これは大きな内容改定があったっていうわけではないので、そういう意味ではあの元々ね。勉強されている通りですね。取れるところをしっかり取っちゃうで。ただ、第4問については最近はあの？ 問い,1問い2じゃないですけど12みたいに第4問構成が分かれているみたいですので第4問についてはできるだけねあの最初の方が問い1が問い1問い2ってあったら仕分けの問題が多かったりで第2問の方で、えー、総合原価計算ですかボックス計算の問題、えー、出たりとで、まあ、その辺の第4問第5問あたり40点ですねこの辺をできるだけキープしていただいて。 だからって第2問第3問丸々捨てるわけにはいかないですから普段からやっぱその第2問なり第3問の練習ですねあのいろんなところで当連問題やったりとかしてると思うんですけどレックはもちろんレックであのね学習してる人にはあの当然当連をえー郵送させていただいてると思いますんでまあそれ是非ねえ回答していただきたい。 ただやっぱりその中であの回答できたからいいんじゃなくてやっぱり時間を意識してほしいんですね常にっていうことですねで二級につきましては内容がこのようなまあ、教材のタイトル拾っただけなんですけど、えー、やっていく内容です、えー、財務諸表の話、えー、報告式の PL とか えー、BS で3級に比べれば詳細のタイトルになってますから「えー、PL なんかも売上げから売上げ価引いて売上げ総利益」とか「報告式でしたよね」で「えー、販売業日一般管理引いたものが営業利益」とか、ね「営業外収益営業外費を調整して経常利益」とか「で特別利益特別損失項目プラスマイナスしたものが税引前登記純利益」と「で PL 末尾」ってな感じになりますよね。 で bs についても流動固定の区分が入ったりというところですよね。で、あとは現金預金、現金、過不足は3級でやると思うんですけど、まあ、2級になると銀行勘定という話になったりしますね。で、債権債務につきましては、まあ、3級でもクレジット売り課金やったりすると思うんですけど、まあ、電子記録債権債務とかね。そういうのもありました。で、有価証券は3級でやってないですから、ちょっと要注意ですね。 でまた商品売買につきましては、えー、これあの売り上げ減価対立法なんていう話やってるの覚えてますかねでまた6章7章有形固定資産どうしても減価償却絡みですね。で無形固定資産に関してはこれ三級でやってないんですね今ね三級有形固定資産だけなんで、まあ、その辺を注意すると。であと第9章リース取引ですね。 これはもともと2級になかったのが1級からね2級の方に移ってる論点なんでこれは利子抜き法とか利子込み法注意して復習した方がいいです。であとは税金絡みのものえー、それとえそれと。 十一章以降ですね、えー、引当金絡みですとか、えー、または外貨換算会計この辺もですねもともと二級になかったものが二級に入ってきてますね下平項目は決算で C R 換算ねえと、ー、いったような話とかやったと思うんですねそれと本支店会計、えー、特に本支店会計ではあの支店間取引ですねこれ仕分けはできるようにしておいた方がいいですねあの支店 と視点との間の仕分けってやつですね。それは気をつけて見てください。で。あと、最後にまあ税効果だったり、連結財務所要ですね。まあ、この辺はまあ講義をね。皆さん視聴していただいているんじゃないかなと思います。それと工業簿記なんですけれども、2級の工業簿記学習内容という,ような。ところで大枠3本柱ですから。 実際原価計算標準原価計算直接原価計算なんていうんで実際原価計算の中にですねこのように個別原価計算とかまたは総合原価計算ボックス計算の話ですねで単純総合工程別総合組別総合等級別総合とそういったような学習していると思います。であとは、えー こちら標準原価計算あたりですと再分析四角い図書いたりあの公式法変動予算の話があったり勘定記入ではパーシャルプランシングルプランなんていうのもやりましたよね。で直接原価計算になりますと利益管理って言いましてあの売上高変動費差額で貢献利益とかね固定費の営業利益とかまたは原価の固定費変動費の分解ということで肯定点法ですねそういう学習もしてると思います。 であとは CVP ですねまあ損益分岐がらみ、えー、そういったようなものをやはり学習していると思うんですね意外に CVP 結構出題が多いですからであとは工業募金につきましては最後、えー、下の方にありますように、えー、残りあと本社工場のの仕分けの問題題これ結構出題が多いですであとは製造原価報告書ですね CR コストリポートの話。 まあこれが一部 PLBS にどう絡んでくるかまあそういったようなところをえぜひねまたこれ個別原価計算においては受注生産形態の内容なんで部門別個別というようなところで直接配布法とか相互配布法部門別の第二集計ですねまあそういったようなところで出てくる論点ということですねまあ少なからず頭の中に全体像ですね。 それをイメージしていただいてま,あまして統一試験に限らずネット試験を受けるにしてもねいろんな範囲から出されてきますからまあそういういこととをイメージすると全体のイメージ持って,ていいたただきたいんですでその中でやはり取れるところをね一つでも多くしかも時間というのが常につきまとうっていうことを忘れずにですね進めていただきたいなというふうに思いますね。 よろしいですかねということで、えーまあ、本当にね少しの時間で申し訳ないんですが、まあ、皆さんぜひですね、えー、せっかくここまで頑張ってるんですから一、ねえー、人でも多くの方ね3級2級合格していいいいたただきたいという,ふうに思います、まあ、その上でもしできたらね、えー、私あの1級が専門なもんですからできたら1級勉強してくれたら嬉しいななんて思いますから、ね。 ということで、えー、今日ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。